エナンティオルニス類、エナンティオルニス類、学名、とは、白秋に反映した原始的な鳥類のグループである。まれに、半鳥類、異鳥類、サカアシチョウ類などとも呼ばれる。エナンティオルニス類の多くは顎に葉を持ち、前足には指と爪を残していた。50種類以上のエナンティオルニス類が記載されているが、そのいくつかは極めて断片的な化石に基づいている。 エナンティオルニス類は、ケティ教会の大量絶滅において、ヘスペロルニス類や、その他の非鳥類恐竜と共に、直接の子孫を残すことなく絶滅した。現在の通説では、エナンティオルニス類は、原生の鳥類を含むマトリア公と並列する姉妹群であり、独自のア公として、鳥公の中に含められるのが一般的である。このことは、エナンティオルニス類が、 鳥類の進化史においてある程度成功したグループであり、原生鳥類の系統とは別個に分化したであることを意味している。エナンティオルニス類は、ヒソチョウやコウシチョウよりは進歩的であったが、原生の鳥類よりははるかに原始的な特徴を残していた。このことから、彼らは鳥類の進化において過渡的な存在であるとされている。1970年代に見つかった、 最初のエナンティオルニス類の化石は当初は魔鳥類として記載された。1981年にによってアルゼンチンから見つかった部分的な化石をもとにエナンティオルニス類は原生の鳥類とは全く別の系統であることが示された。1990年代以降より完全な形をしたエナンティオルニス類の骨格が発見され、単に 白亜紀の原始的な鳥類とされてきた標本のいくつかがエナンティオルニス類に属することが判明した。エネンタイアナサスとは古代ギリシャ語のイナンシス、逆の反対のとオーナス、鳥類からなる造語で逆の鳥類を意味する。この語はエナンティオルニス類を再発見したウォーカーの論文の中で定義された。この論文の中で彼はエナンティオルニス類と 原生鳥類の最も根本的、特徴的な違いは、肩甲骨と右甲骨の間にある、関節面の形状にある、と述べている。この記述は、エナンティオルニス類の一つの特徴、肩甲骨と右甲骨の関節面において、右甲骨側が、コブ状に突出し、肩甲骨側が、皿状にくぼんでいることを指している。原生の鳥類では、この凹凸の組み合わせが逆になっている。 ウォーカー自身はこの論文のエチモロジーの部分において、なぜこのような名前を付けたのか、はっきりと説明していない。この点は、皇族の研究者たちを混乱させている。例えば、アラン・フェデュシアは1996年の著書の中で、逆の鳥類と命名されたのは、中足骨が、原生の鳥類とは逆に近位から遠位に向かって、融合していくことに由来すると述べている。フェデュシアの についての指摘は正しいが、ウォーカー自身は何の理由づけをしていない。ウォーカー自身はエナンティオルニス類の中足骨の融合が原生鳥類と逆であることについて何も触れていない。また化石の保存状態が悪いため、エナンティオルニス類が本当にトライシアルコナルを持っていたかどうかは不確実である。多くのエナンティオルニス類の化石は極めて断片的な。 もので、種によっては骨一本のみしか知られていないというものもある。一方、完全な全身骨格と軟体部まで保存された標本がスペイン園科研のと中国、遼寧省のから知られている。ラスオヤスの化石は海清掃から遼寧の化石は内陸の陸清掃から見つかっており、このグループの生息域は内陸部から海辺まで広がっていた子がわかる。 エナンティオルニス類の生活様式は、小菌類のように水辺に生息するものや海スズメのように潜水するもの、アジサシのような魚食性のものから猛菌類のような肉食性と様々なバリエーションに広がっていたことが判明している。最小のエナンティオルニス類は、スズメほどの大きさであった。アビサウルスなどはこれよりも大きく、翼海蝶は1.2メートルと推定されている。 エナンティオルニス類の多様な生活様式は、頭骨の形に反映されている。エナンティオルニス類の頭骨は、原始的な特徴と進歩した特徴が共存している、極めてユニークなものとなっている。ヒソ鳥のような祖先的な鳥類は、古眼下骨と前上顎骨を保有しており、顎には歯を残している場合が多い。のような、エナンティオルニス類のいくつかの種では、完全に歯が残っていた。 エナンティオルニス類は、植生と生活様式に合わせて、多様な体型に進化した。エナンティオルニス類の翼は、祖先的な鳥類に比べれば、進歩的である。例えば、は、空中での操縦性を増すための小翼を持っていた。あるエナンティオルニス類の化石は後足に、翼のような羽毛の房を持っていた。後足の羽毛は四翼の恐竜、ミクロラプトルを連想させるが、 エナンティオルニス類のそれは、より短くバラバラで、くるぶしにわずかに生えているに過ぎない。クラーク他は、すべてのエナンティオルニス類の化石を調査し、そのどれもが、現世の鳥類のような揚力を発生させる扇型の王を持っていなかったことを明らかにした。また、鳥類のすべての外群では、ビブの羽毛には短いアメフクアと一体の、長く伸びた飾りはしか持っていないことを発見した。 このように彼らは、エナンティオルニス類におけるの発達は、必ずしも原生蝶のようなオハの発達を意味しているのではなく、単にオを縮小させただけであったとしている。魔蝶類の一種であるは、線形のオハを持った、最初期の蝶類として報告された。しかし2009年になり、原生蝶類に似た線形の長いオハを持ったと呼ばれる、エナンティオルニス類が報告された。エナンティオルニス類のビブの形状が、 どのようなものであったか、未だに、議論されている。エナンティオルニス類は北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアから見つかっている。このグループは、白亜紀に生息し、KT 協会において、貴重類恐竜と共に絶滅したと考えられている。1990年代の生物地理の研究では、エナンティオルニス類の地理的分布から、 ジュラキ中期に出現したものとされていたが、この学説は古生物学者には広く受け入れられなかった。むしろ多数の古生物学者は化石記録などからして、エナンティオルニス類は、ジュラキ後期白紀前期にかけて出現したものだと考えている。最初期のエナンティオルニス類は白紀前期のスペインと中国。反世界的な分布は、エナンティオルニス類はすでに太陽を渡るだけの、 飛翔力を身につけていたことを意味する。彼らは半世界的に分布した最初の鳥類でもある。もしかすると、エナンティオルニス類は渡りを行っていたかもしれない。しかし、中世代は現在よりもはるかに温暖な気候であり、彼らの生息していた地域は熱帯ないし亜熱帯であったと考えられため、現世の鳥類のように渡りを行う必要性はなかったかもしれない。 エナンティオルニス類の頭骨の形状は、植生の多様性を反映している。例えば、のような頑丈な顎は硬い殻を持った、無脊椎動物を採植するのに適していた。また、は長くて薄い粉部の先端に葉を持っていた。この特徴は、原生の死儀のようにくちばしを、干潟の泥に突っ込んで、小動物を砂取ったり、あるいは、鵜のように魚を捕まえるための適応であると、 考えられている。は、接触動物などを採食するのに適した短く丸まった葉を持っていた。いくつかの化石標本には、いない物が残っていた。しかし、頭骨が保存されていたものはなかったため、噴部や葉の形状と、いない物とを直接比較できなかった。は、消化管内部に、甲殻類の殻を残していた。は、体内に、琥珀の塊を残していた。 このことはこの種類が原生のシルスイキツツキのように樹液を食べていたことを示唆している。この動物が生前に食べた樹液が化石化の過程で琥珀になったと考えられる。ソンズ他によれば、で見つかったエナンティオルニス類の化石標本には四匹のエナンティオルニス類のヒナが含まれていた。ヒナの化石はバラバラに固まっており、化石表面には多数の穴が開いていた。 この特徴は、ヒナの意外が,が部分的に消化されていたことを示している。このことから、著者らはこの骨格標本は、エナンティオルニス類のヒナを捕食した、獣脚類か翼流が吐き戻したペレットであったと結論づけた。これは、中世代の鳥類が捕食されていたことを示す、初めての報告であり、中世代の肉食性の鳥系類が、原生のフクロウのようにペレットを吐き戻していたという。 証拠でもある。これまでに記載されたエナンティオルニス類の化石には、卵、肺、ヒナが含まれる。まだ卵の殻に覆われていたエナンティオルニス類の肺は、中国、両年の殻発見された。ヒナの標本は、骨格に軟骨が残っていること、胸骨が小さいこと、大きな頭骨と、眼下、部分的に融合していない骨格、などの容体特有の特徴で生態と、 区別できる。いくつかのヒナの標本は公式に命名されている。しかし、チアッペラは、幼体の標本と生体の標本を対比させるのは、不可能であり、幼体の標本を模式標本とした安易な命名は、研究に混乱をもたらす批判した。生体と幼体の標本が両方見つかっているでは、ヒナの段階で骨格の国家、翼の羽毛の成長、脳の大型化が相当進んでおり、 その成長スピードは、原生の超草熟成の鳥類に匹敵していた、ことが示された。このように少なくとも数種のエナンティオルニス類では、ヒナはかなり早熟の状態で孵化し、数日で自力で走ったり、餌を取ったり、自力で空を飛べるようになったのかもしれない。この早熟な成長速度は、原生鳥類の古い系統にも共通しており、白亜紀の鳥類全般に共通したであった可能性が、 ある。また、骨の組織学的研究からも成長速度を求めることができる。の研究によれば、成長速度は原生鳥類とは異なっており、孵化から巣立ちまでの数週間は急激に成長していたことが判明しているが、かなり小型の種類は長い期間をかけないと生体サイズまで成長できなかった。これとは反対に生体になるまでの成長は、 原生の草熟性の鳥のようにもっとゆっくりだったという説も提示されいる。一方、の鳥類は頻繁な親の餌付けによって生体サイズまで成長するのは意外と早いことも知られている。チアッペは組織学的な検知からエナンティオルニス類は完全な高温動物ではなくモン動物と高温動物の中間的な代謝速度を持っていたとしている。正式に記載。 報告されたエナンティオルニス類の標本数が乏しいため、分類体系の確率は大きな困難に直面している。中世代の鳥類化石の専門家であるオーコナーと大工はエナンティオルニス類の標本は数多く発見されているにもかかわらず、十分な記載がなされておらず、研究が進展していない現状を批判した。エナンティオルニス類の産出は世界各地に広がっており、 ただでさえ少ない中性大鳥類の専門家が現地へ飛んで研究することがとても難しく、標本の重要性がなかなか認識されていない。そのため、いくつかの標本は個人像となってしまっており、古生物学者が標本を確認することが不可能になっている。また、記載論文も広く公開されていない、出版物に掲載されてしまうことが多いため、 多くの標本話として扱われている。さらに、そもそもほとんどの種が極めて断片的な標本に基づいて命名されているため、存在自体が科学的に疑わしい種も多い。エナンティオルニス類の3分の1以上は断片的な標本に基づいて命名されている。オーコナーとダイクは、たとえ断片的な標本であっても、エナンティオルニス類の生息域や、 生息年代幅を知るためには有効であるが、あまりにも断片的な標本に基づいて、新種を創設するのは認めらないと主張している。分類体系に従えば、エナンティオルニス類は、魔鳥類の姉妹群であり、マトリ類と合わせてという系統群を構成する。これまでの研究者は、エナンティオルニス類を単系統の分類群として、設立するのに反対してきた。 しかし近年の系統学的研究によれば、エナンティオルニス類は、魔鳥類に近縁ではあるが独立した担当群であると結論付けている。ただし、クラーク・アンドンネルによれば、エナンティオルニス類の固有派生形質は、わずか四つに限られる。現在もエナンティオルニス類の研究は、発展途上であるため、本項目で提示した分類や分岐図はあくまでも、暫定的なものである。近い将来、 保存状態の良い化石標本の発見によって分類と系統関係の解釈は大きく変わるかもしれない。現在までエナンティオルニス類は祖先的な系統も含めていくつかのグループに細分されている。グループ間の詳細な系統関係は論争中である。しかしアビサウルス化などは確実に単系統であると言われている。エナンティオルニスアコウ以下の属は エナンティオルニス類に含まれることがある。ジベーニア、ベスコルニス、ヘベオルニスは互いにシノニムの可能性がある。は1997年に、は1999年に、は2004年にそれぞれ報告されたが適切な記載ではなかった火性がある。そのためこの三族はジベーニア一族に統合される可能性がある。不幸なことに、ジベニアの模式標本は2001年に、 紛失してしまった。白秋後期の化石鳥類は一つの頭蓋骨内側のキャストのみに基づいて記載されている。記載内容としては不確実であるが、その特徴は魔鳥類のものとは大きく異なっており、エナンテオルニス類と何らかの関わりがあるのかもしれない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。